小広9月18日から1997年8月30日は、日本の公爵。第2直しの第22代当主。小エンタープライズ代表取締役。東京都出身。1918年、小正の長男として生まれる。母は、小笠原忠信の次女、桃子。父が1923年に死去したため公爵位を、就職した。 東京帝国大学文学部を卒業、海軍隊員となり、終戦を迎えた。戦後は、大戦での被害を免れた、伝承文化財の保存に努めた。1975年より資材を投じて、式名園の復元にあたる。翌年には、国の名称に再指定され、国、沖縄県、那覇市からも補助を受けて、復元を進めた。その他、玉遼や草原寺。 第一問、一章の復元にも当たった。しかし、沖縄県当局側では、永続的に保管維持するための設備が整えられず、やむなく1988年、当時居住していた東京都台東区への寄贈を、一旦は決めた。しかし、これが沖縄県民の反発を買い、さらに、同県の文化財行政のあり方に影響を与え、翌1989年に、 琉球王国文化遺産の県外流出を防止する意見書が那覇市議会において全会一致で採択されるなどした。1992年、多摩領四季名園、草原寺、第一門、石、小を那覇市に寄贈した。さらに1995年には琉球王国の領土を浦添用どれの土地を浦添市に寄贈した。また、同年9月には、 なおや伝来の古文書1341件を寄贈。1996年には美術工芸品85件を寄贈している。これらは2006年に琉球国王なおや関係資料として国宝に指定された。文化財保護法に基づく国宝としては沖縄県で初の指定である。1996年、那覇市より名誉市民の称号を授与される。 死去するまでの数年間は、東京と沖縄を往復し、晩年の多くは、沖縄で暮らしていたが、名古屋一族との交流は、ほとんどなかったという。1997年8月30日、沖縄県那覇市の沖縄赤十字病院にて死去、翌月の9月3日に、東京都台東区の寺院で、告別式が行われ、長男の翔守が模試を務めた。2005年に、 沖縄に送られ伊勢名玉寮に葬られた。2010年には、浦添市より名誉市民の称号を授与された。ありがとうございます。